ハッピードベちゃんテレビ。はい、すごいお腹のおっさんです。今回はすごいお腹のおっさん、白内障の日帰り手術を本日受けてきました。はい、そういうことで、この白内障手術ですね。じゃあ一体どういうことかというか、痛みがあったのかどうかということで、そのお話を今回はさせていただきたいと思います。白内障ですね。すごいお腹のおっさんは50歳手前ですね。40代ですね。40代後半のおっさんです。それですね、白内障に気づいたのは、まず、普段ね、なんかね、まあ今回すごいお腹のおっさんは左目だけですね。左目だけの白内障ですね。右目は何ともありませんでした。で、白内障の、症状は初めてだな。なんかね、物を見てるときに、なんかポツーンと目のところに正面になんか白っぽいのが点がついてるみたいに、目になんかゴミが入ってんのかななんていうイメージで、あれですね、ゴミかまつげになんか物がついてんじゃないか、一生懸命まつげをね、触ったりしたんですけど、全然取れないでおかしいなっていうことで初めて病院に行きました。そしたら、まあ白内障だと言われましたね。それも片目だけという。最近ね、なんか若い人には多いらしいんですよね。昔はなんか両目だったらしいんですけど、これでまあおっさん的にはあとはね、右目だけを閉じてみた、左目ですけど、やっぱり左目だけがね、青白いんですよね。で、光が眩しい。右目を見る分には普通の色で見えるんだけど、左目の方で、見ると、左目だけで見ると、なんか青白く、全体がもやんかかった状態で、それが、初期の段階で、その時はまだ 1.5 の視力があったんですけど、それからね、白内障と分かってからわずか半年でね、視力が一気に 0.7 まで落ちました。で、やっぱりね、その昼間は水だく。で、夜はね、まだいいんですよ。暗闇だからね。それで、サングラスをかけてやって、いろいろ仕事とか運転してたんですけども。で、やっぱりね、一気に視力が落ちてきて、やっぱり物とか水だくなったってことで、思い切ってね、手術のことを、話を先生にしたら、もうやった方がいいですよってことでやりました。まあ、これで手術やるまではね、やっぱりいろいろのね、なぜ白内障が本当に原因で目が見えないかのかってことで検査がいろいろありました。緑内障の検査とか視野検査とかして、そういうのをね、やりました。これで、それの結果、左目だけの白内障っていうことで、じゃあ手術をいたしましょうっていうことで、日帰り手術に挑みました。で、すごいお腹さんのおっさんの的にはね、自分の母親、祖父母もね、白内障の手術をしてるからっていうことで、痛くはないよなんていうことで、あとネットの中で見るとね、痛くはないよなんていうことで、言われてたんで、ね、安心してました。まあ、麻酔するときちょっと染みる程度だよっていうことで、そんな軽い気持ちでね、ちょっとね、手術を受けてきたんです。で、本日はね、朝の、10時半に病院に行きまして、11時から、手術のための、滴眼ですね、目薬を、4回ほど入れて、12時から、先生から説明がありまして、その後、体に点滴を入れまして、それから、1時ぐらいからですかね、手術を始めました。まあ手術やる前にね、ちょっとね、最後に麻酔をやるっていうことで目薬にちょっと染み、それがちょっと染みましたね。これで手術室入りまして、手術室入ったのはね、もうね、これもうその行ったとか時のも本当格好ですね、そのままで。そして一応体に毛布をかけられて、それで顔にはね、左目だけ穴が開いた、なんていうんですかね、手術用のなんていうんですかね、やっぱり顔を覆って、右目、まあ、要するに左目しか開いてないですね。で、そこで、入ってからは、左目だけを、器具でまぶたを閉じないようにして、それであとは、その前ですね、あれ、目のまつげのところにテープを貼られてね、そういう形で、なんかそれがね、すごくなんかちょっと怖かったですね、イメージがね。先生の目がちょっと増えて、その後に麻酔を、滴眼ですね、目薬の麻酔をされました。で、これでもうこれで痛くないのかなーなんて思って、じゃあ手術始まりますよ。くしゃみや、咳や、そういう風になった時は必ず言ってくださいね。突然咳とかしないでくださいね。で、体でジェスチャーではやらないでください。口頭で言ってください。先生、
とか一言言ってくれれば止めますからっていう言い方でした。やっぱりそれはね、目をね、いじってることは多分危ないからと思います。たまたますごいお腹のおっさん、たまたまね、くしゃみも、動きもせず、一緒できることができましたね。結構これが異常とね、意外とプレッシャーでしたね。なんか、唾を飲み込んじゃいけないんじゃないかとか、鼻がムズムズしていくんじゃないかってイメージがなんか、やっちゃいけないって言われてやっぱりやりたくなっちゃうっていうか、したくなっちゃうっていうか、それを抑えるのがすごく辛かったです。それと、やっぱりね、意識があるんでね、やっぱり怖さはありますよね。おいで、左目には、その、ライトが当てられて、そのライトを見ててくれって言うんですけど、これが最初、眩しくて、なかなかね、手術が始まってから、その、見てるのが辛かったですけど、まあ、自然と慣れてくるもんでね、そのうちに今度、オレンジ色のライトかとはちょっと思ったら、ブルーの青白いライトが入ってきて、それから一切見えなくなりましたね。それから今度は、先生が目の横を 2.4 ミリから3ミリ切開するということで、その時の痛みははっきりなかったです。目の黒目のところを切る痛みっていうのははっきり何もなかったです。そして、白内障の濁ったものをね、レーザーかなんかで取るっていうことで、その時に、ちょっとね、なんて言うんだろう、目が押されるっていうんだか、痛くはないんだけど、微妙に、そのなんて言うんだろう、目をやっぱりいじられてるんでね、その恐怖心があったのかしんないけど、なんかちょっとね、まっすぐ見てて、まっすぐ見てて、ライトの方見ててくださいっていうことは言われましたけど、まあ、痛みはそれほどなかったですけど、むしろ恐怖心ですね。まあ、あと押される感じがありました。で、その後、白いものの白内障の部分を取り出して、その後に、今度は新しいレンズですね。このレンズはね、ちょっと運転したりするのに、やっぱり遠くを見えるようなレンズがいいっていうことで、その、遠くが見えるけど、ちょっと近場は見づらいって、かあるんだな。ちょっとね、ぼやける、老眼鏡とかかければいい程度らしいんですけど、遠くはよく見えるよっていうレンズをさ、入れてもらうことしました。今ね、あと新しいレンズでね、中立の両方とも見えますよっていうレンズもあるそうなんですけど、そうするとなんかたまにね、リング状になって見えちゃったりすることがあるからっていうことで、あえてちょっとね、運転の仕事もあるんで、遠くを見えるようなレンズにしました。当然ね、そのレンズを入れるときにね、目をね、ぐーって押されるんですよ。その時がちょっとね、痛みがありましたね。まあ、すごいお腹のおっさん、痛みはない、無痛だと聞いてたんで、その時ちょっと痛みはびっくりいたしました。はい。まあ、でも我慢できない痛みじゃないですね。まあ、歯は削るよりは痛い。でも歯を抜く時の痛みよりはない。まあ、なんて言うんですかね。そうだな。なんとも言えないな。どういう痛みなんだろうな。手を思いっきりつねられた程度のなんか押される感じがありましたね。そういう感じですね。注射器刺すよりは、手に注射刺すよりは痛くないのかな。ただなんか目が押される圧迫感がすごいありましたね。で、その後に最後にね、やっぱりその目を閉じる、傷口ちょっと塞ぎますよっていうことで、その時のあれもちょっと圧迫感と、最後、あと白目にね、なんかね、炎症を抑える薬を注射しますって、それが一番痛かったですね。目の指導目の注射を打ったのが、それが一番最大が痛かったです。ただ、我慢できない痛みじゃないです。むしろだから我慢、痛みと恐怖心のがやっぱりね、聞こえてるし、意識があるんで、目なんでね、やっぱりね、そっちの方が多かったですね。それで、その、最後にそれをやって、あの目に注射を打って、それで最後に、ガーゼをやられて眼帯ですね。これは一日、もう目を触らないためにそういうことですね。で、その後に点滴を抜くのに約10分間ぐらいですかね。ちょっと横になって何ともなかったんで、会計をして帰ってきたことです。まあだから病院には10時半に行って、午後の1時半には、すべて終わりました。だから手術が終わってから、手術はだいたい30分ぐらいでしょうかね。もうほんとすぐにね、1時35、6分にはね、病院出てこれたんで。それでちなみに値段ですね。4万と、1300円だったかな。なんか点数で言うと12100点って書いてありましたね。まあそれぐらいでしたね。3割負担なんでね。一応社会人なんで。まあそんな感じですね。それでね、術後はね、やっぱり安静にしてくださいっていうことで、今日は、お風呂も入っちゃダメですよっていうことで、もちろんね、洗顔もダメだし、頭洗うことも不可能です。それでね、
頭洗うことはね、約1週間くらいダメだそうです。それで湯船に浸かるもダメです。で、シャワーに関しては明日のね、朝ね、8時45分まで来てくださいっていうことで、それをやってから先生が判断するということです。それでね、その後はね、目薬をね、1日3個の目薬を1日4回滴眼していくということで、それで今日からはね、その目薬は当然左目できないんで、抗生物質ですね、まあ炎症を抑えたり、そういうね、痛みを抑える薬は一錠だけもあったんですけど、その炎症ですね、感染症を抑える薬を、朝昼晩ということで1週間飲み続けるそうです。で、その後はね、明日病院行ってから、その1日4回刺す目薬3本をいただいて、それが1週間続いて、その後にまた診察ということで。で、その後にしばらくまたその目薬が続くそうです。1ヶ月ぐらい。まあ、これが白内障の、手術。そして、約ね、3週間ぐらい仕事はちょっとお休みする形になります。で、その間ね、やっぱりね、目をこすったりとかね、そういうこともしちゃいけないと言われたんで、結構大変なんで、明日ね、ちょっと病院の方で紫外線もできるゴーグルがあるそうなので、それをちょっと買ってね、値段はちょっとまだわからないですけど、ゴーグルをしながらねやっていきたいと思います。とにかくね、なんかね、頭洗えない、洗顔が1週間できないってちょっと辛いですね、やっぱりね。今日はね、まだやったばかりでね、眼帯もされてるんでね、我慢できるんですよ。ついね、目を触ったりする癖があるんだね。これはやっぱりゴーグルをして、またそこからね、菌が入ったりして、またね、同じようなことするの嫌なんでね、そこはケアしていきたいと思っております。そしてね、今後ね、白内障のこの手術の状況ですね、視力がどれぐらい回復していくとか、そういうこともね、まあ、ちょくちょくというか動画が撮れる範囲で、私仕事ですから、一応40代ということで、40代の白内障手術はこんな感じですっていうことですね。これでね、なんかね、やっぱりね、若か若いほど痛いそうですね、やっぱりね。年いくとやっぱりね、神経が麻痺してきてね、痛みがないそうです。ね。その辺はね、ちょっとね、やっぱり、ちょっと想像よりはちょっと違かったっていうのですね。まあでも、これでね、本当にね、よく見えるようになるならば、まあ、やった方がいいでしょうってレベルなんですけど、まあ、それはまだ先の話ですね。今日の段階は手術をいたしました。それは無痛ではなかったです。思ったよりは痛かったけども、耐えられない痛みではない。そして、恐怖心のがありました。すごいお腹のおっさん、意外とチキンなので。あのね、普通にね、注射とか打つのは全然平気なんですよ。そういうのは。採血とか注射打って。そんなのは全然平気なんですけど、やっぱりね、顔の部分にはね、首より上の部分っていうのはね、やっぱりね、ちょっと苦手ですね。歯医者、眼科、耳鼻科。これは特にだけど、一番の中でもやっぱり眼科がね、やっぱりちょっと怖いんだね。それが嫌ですね、やっぱりね。昔すごいのがちょっとね、目にね、仕事で針金を刺したことがあって、その時の痛みもね、あったんでね、ちょっとそれが怖かったですね。で、今ね、最近やっぱり、こういう白内障で若い人もね、やっぱスマホとか使ったりとかなのかな、パソコンとかで多いで、特に片目だけが多いですよ。効き目が多いらしいですよね。なんかね、そんなことも言ってました。まあでも、今日は一応、無事に終わることができました。で、日帰りなので、先ほどね、先生からもね、手術が終わって2時間半ぐらいしてから電話がありまして、どうですかってことで、いや、痛みがないけど、すごいゴロゴロ感が残ってますって言ったら、ゴロゴロ感っていうのは、まあ、残るもんだと言われてました。今、痛みがなかったら、おそらく痛みがそのまま出ないんじゃないかっていうことだったので、ちょっと安心しましたが、まあ、やっぱ手術の後でどうなるかわかんないんで、今日はね、安静して、おとなしくしていたいと思います。で、食事に関してはね、全然構わずね、通常通りのやつで。で、すごいお腹のおっさん一応ね、血圧の薬飲んでるんですけど、それに関しても普通に飲んでもいいということなんで、一緒に飲んでも大丈夫だってことで。まあ、今日一日、そして明日朝ちょっと頑張って早く起きて、病院行って、また今後の白内障の手術のその後に視力がどれぐらい回復した、どれぐらいで安定してきたとか、そういうお話もしていきたいと思います。本日は、じゃあ白内障の日帰りを手術をしましたということでご報告させていただきます。はい、以上です。皆さん、それではさようなら。
チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Please subscribe to my channel。